はい、リカちゃんいらっしゃい。はい、わたず、おー、ニンニ、久しぶり、元気。はい、ワードツー。うん、今帰ってきたね。今日帰りだいぶ遅かった。お疲れー。はい、ワドツー、クミタンいらっしゃい。はい、ワードツはい、ワドツ、いらっしゃい。ワドウのことボロクソ言ってた。俺まだ見てないんだよね、それ。URL ある？ノンタンとはどうなったの？いや、うん、いや、より戻したよ。もう、なんかもう放送でもうやっぱ話すと、あれだな、もうめんどくせえ、マジで。前から言ってるじゃん、金もらってるって。こんばんは、ともか。はあ、超ストレス溜まるんだけど。え、言ってたの？そんなこと。マジか。え、俺暗黒の企画参加禁止なの？今後。いや、もう引っ掛け回すのやめてもらいたいんだけども、めんどくせえわ。金取られた。だからその URL どこにあんの？サンキュー。あれ？ NG 入れちゃった。間違えて。癖で NG 入れちゃった。削除。どれだ？コメントをコピー。今 NG 解除しました。YouTube に緑あんのがあった。ちょっと待って。今見てみるから。ちょっと待ってね。
でいいのか。間違えた。めんどくせえな。これくらいか。これじゃなくて、これじゃ、これか。ん？どれだ？キャプチャーしづれえの。ちょっと待って。こうか。同じホテル、同じ部屋。いや、見える。俺に言わないでよ、これは。でも、予約サイトに。もしもし？もしもし。あ、はい。緑さんですか？あ、緑です。はい。あ、うん。のりこって言うんですけど。のりこ？石川のりきの妹みたいな名前で。のりこさんいくつ？47です。うん。はい。で、彼氏が、うん。なんか、山主やってて。あ、そうなんだ。うん。で、こないだ、うん。なんか、部屋に行った時に、うん。なんか、怪我をしたんですよ。なんで？いや、なんか転んだ時に、なんか釘に、なんか指を引っ掛けたみたいで。うん、あ、かわいそうに。うん。いや、俺、寝てたずっと今日遅刻しちゃったの、会社。うん、うん。それで、なんか救急車呼ぼうっていう話になったんだけど、うん。なんかその人が、うん。なんか、かけれる電話がないって言い出して、うん。で、いきなりなんか枠を、なんか開き始めたんですよ。ああ、そうだね、アルさん。ああ、コメントが、コメントに支えられてるよ。お前ら助けてって生主の彼氏が、言い始めたのね。はい、うん。そう。どうしたら？で、その間になんか救急車とか、うん、なんかあと警察とかいっぱい来ちゃって、うん、でなんか生主の人ってなんかそれもネタにしちゃうのかなと思って。いや、それは彼氏がね、バカ。俺だったら そこまでして警察沙汰にするのを放送で映して神回なんていうレベルはもうね。4年か5年前に終わってんだよ、それは。うん。その彼氏は、そういうのが楽しいと思ってる人、いくつそいつ、うん、そいついくつ？え？何歳、彼氏？あ、生主？うん。31。え、クイズ年の差なってぐらいに年離れてない？ 15 個下でしょ？うん。どこで知り合ったの？リスナー、自分はリスナーで、うん。で、相手は、うん、なんかオフ会とかしてて、うん、で、なんかオフ会。出会い中じゃん。そのペタジーニはさ、年上大好きペタジーニの彼氏はさ、な、出会い中なんだよ。あ、もうめんどくせえ、マジで。で、あんたか、出会い中。で、出会いするの大好き。で、金払ってる？そいつに。あ、結構。でしょ？わかった。もう見えた、見えた。見えた。あんたさ、そいつに金づるにされてんだよ、ただ単に。ねえ。え、そうなの？当たり前じゃん、コメント見てみるって、今、国放送のコメント。完全に、ね、穴付き ATM って書かれてるよ。え？金映えと一緒。要は、あんたの金がなくなったら、ね、もう、使い古しのね、煮干しとか言って捨てるよ、あいつ、そいつ。誰、そいつ？答えろ！え答えろはちょっと面白いぞ。あなたさ、その名前聞いた瞬間に僕は、心の底から、やられたなと思ったよ。和道か、よりによって。わっさんね。今コメント見てる？韓国放送。何わっさんって。今、アリーナ？うん。違う。アリーナ。コメント見えてる？一つ一つのコメントがどういう人間かっていうこと。割と、身内とか書かれてます。詐欺師。詐欺師。台本やろう。ワド。ワッサン、ワッサン。うん。ネタじゃねえかよ。さ、そう、金払ってるっていうこともね、その時点でさ、いくら払ったの、ちなみに。
て、うん、で、あとは現金3万円と、あとこの間天城府5万5千円、うん、渡したんだ。そう、別に付き合う、あ、多分ね、向こうからしたら本当にあなた付き合ってないと思うよ。同棲もしてないわけでしょ。同棲もしてなくて、でも一応鍵はなんかもらって付き合おうっていうことになってて、じゃあ結婚してって言ってみて、私と結婚今すぐできるって聞いてみて。多分できないって言うよ、 100% 完全に。金をね、引っ張っちゃダメよ。普通逆なんだよ。男が女を食わせる立場であるくせに、なんで女から金引っ張ってて、めえはのうのうと金出さずにさ、いるのっていう話じゃない。付き合ってんだったら。普通の彼氏って自分から金がなくてもさ、喜ばせるために出そうとするじゃん。これは買ったらいいとか言ってね。全部。なんか、山子で、なんか、生活保護を受けてるとか言って、で、お金がないっていう。生活保護し、生活保護を受けてるやつにさ、金渡すってさ、ねえ、何考えとんの？俺ら何のためにやつののさ、食わせるために税金払ってるわけないのね。不正受給じゃん。だって、不正受給じゃん、和道の。あ、でもなんか本当に、なんか障害っていうか、ね、ちょっとたまにおかしくなる時があって、あ、ちょっとやばいかなって。和道ってどこに住んでんの？和道？うん。和道は新宿。じゃあ新宿市役所に和道が不正受給してますって言って、本名って言われたら潰れるぜ、本当に。だって金もらっちゃいけないんだもん、生活保護者は。確か。あ、なんか、一応働いて、なんか、なんだろう、その生ポ枠で、なんか、働いてるのがあって、なんかそれで、なんか、返金してるって言ってて、うん、とりあえずオフ会で知り合ったかどうかわからんけどね、うん、お金はやめな。付き合う分には俺は別にとがめんけど、お金を渡すのはほんとやめな。向こうのためにもならん。あんたからどん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 お金だけの目的で近づいて、んで、お金がなくなったって言ったらさ、多分相手されないよ。そんな人生後から後悔するんだったら、まだね、傷が浅いうちに別れた方がいいと思うよ。それはワードのためにも言ってるからな。だって、生活保護でギリギリの人間を、生きていくのに必死な人間がもらう制度だもんね、あれって。法的に。で、そこであなたがなんでお金がないからつって渡してるの？彼は十分な支援を受けてるわけ。十分すぎるね。してる？病院代もタダなんだぜ。タクシーも1割負担で。それよく考えな、出会った時のこととか。あなた、一時の優しさに、溺れてるだけだよ。気持ちよくなっちゃって。ババンのくせに、うん、だからよくねえよそういうのは本当に。わかる、うん、みどりさんからなんか言ってもらうっていうのはできないですか、和道に、うん、いや言わないんだけど、二人の中でお前ら二人の問題じゃん。俺が別れろって彼氏でもないじゃん、うん、だからあなた自身の問題だよ。野球とかに出てたりしてたじゃないですか。別に参加者自由だからね。俺別に和道の名前ここに出してさ、彼のさ、なんかね、名前の手伝いとかする気もないし、むしろあんたが和道に頼まれて電話したかって考えぶっちゃうぐらいだよ。ね。で、この前も、なんか、喧嘩になって、で、なんか、リスナーが、なんかなんだろう、パンについてる、くまモンシールを集めてるっていう人がいたんですよ。で、そのくまモンシールを集めてるんだったら、じゃあ今から俺そこ行くよって言って、届けに行くよって言い出して、要は、まあ、要は分からんけど、とりあえず、あなたはね、和道のことがね、好きだったらもう好きでいいんだけど、お金を払うのやめな。俺から言えるアドバイスはそこまで。はい。分かった。二度と払うなよ。約束して。二度と払うなって言ってんじゃん。もしもし？はい。これからも払うか、二度と払わないか、どっち？じゃあ、二度と払わないです。あ、じゃあね、約束しろよ。はい。はい。だから、金のない人間にさ、金払うってことはさ、人をダメにするんだよ。森吉行って昔の森吉。
動画終わったけど、ここで。この先があるんじゃないの。動画終わったね。動画終わりでーす。なんで俺こんなボロクソ言われてんだろう。意味がわかんねえわ。はい。動画終わりです。あー、めんどくせえ。この先がマジでボロクソ言ってた。タイムシフトあんの？暗黒。どの辺？なに、緑さんが俺のことボロクソ言ってんの？もうやめてほしいんだけど、本当に。知らない。うん。いや、戦争しないよ、緑さんと。別に緑さん何も言ってなくない？いや、影響力あるよ。ニコ生界隈では。うん。うん。いや、女詰めないけど。もう疲れてんだわ、俺。ここ2、3日。寝れてねえし、今日遅刻しちゃったし。疲れてんだわ。うん。で、なんか、やめた方がいいとか、どうとか、なんかいろいろ言われてて。もう干渉されんの苦手じゃん、俺。うん。すげえ振り回されてて、疲れてんだわ。いや、だからもう寝るよ、じゃあ。今日で寝る。もう寝る。うん。寝るわ。詰めないよ。俺、ちなみにお金欲しいって言ったこと一回もないからね、のんたんに。匿名で送られてきて、それでギフト開封しただけなのに、で、それでのんたんって分かったわけじゃん。うん。俺がせびったわけじゃないよ。モニターはだから匿名で言わないでって言われたから言わなかったんだよ。届いて名前が載ってるから、あ、ノンタンだって気づいたけど、匿名か匿名じゃないか選べるの。その、あ、全部じゃないよ。今回の5万5千円ね。5万5千円とそれ以外はノンタンじゃないよ、別に。ただ匿名だから言うつもりないけど。強制も何もだから、しかもモニターに限っては付き合う前の話だからね。だから、付き合う前の話だよ、モニターに関しては。会ったこともない時だよ。だから見返り求めるっていうなら、じゃあ精子返せって話になってくるよ。だったら、俺のザーメンを返せっていう話になるよ。全面戦争になってくるよ。そういう話でしょ。違う？俺のザーメンを返してもらわないといけないの。そういう話になってくるよ。電話しないよ。いや、妊娠詐欺には気をつけるっていうか、まあだから、もう、いやー、めんどくせえな、マジで。
この話題 NG にしようかな、もう。やっぱもう、女関係で揉めるとか、もう嫌だもん、俺。放送に支障で、生かどうかはまあ置いといて、まあ生かどうかは置いておいて、うん。俺は、配信が好きだから配信やりたいんだから、うん。いや、生かどうかは、ほら、プライベートだから、プライベートだからっていうか、まあ、俺、コンドームマンでもあるから、そこは、ね、やっぱり、コンドームマンとしては、やっぱ、その、コンドームはつけないはずがないからね。うん。うん。うん。スーパーヒーローだからね。いや、コンドームはだから、被りますよね。うん。コンドーム被ったことは何回もありますし、僕はコンドームマンですよ。これからも。これからも。疲れたな。はい、こんばんは。別に揉めてないよ。軽自動車、軽自動車欲しいって言ったことあったっけ俺。いやだから昨日の朝だっけ、昨日の、今日の朝か、今日の朝より戻したいって言われたからいいよって言ったよ。うん、じゃあこれからもよろしくねって。
ツイッターでいろいろ書いてるって何？今日の服、いや遅刻したからそこにある服ハンガーにかかってたワイシャツ、かわいいかな、ありがとう。AK NG ワードにしてないよ俺。NG ワードないよこの放送。あれと運営の公式のやつが NG になってるだけでしょ。8時間前に和道さん好きって書いてるけど、2時間前に減らってる。何また減らったの。もう嫌なんだけど減らってんの。もうすっげえめんどくせんだよ。1、2、2日かかったんだよその減らりが治るのが。減らってんの。あーマジかよ。マジで減らってんの。声おかしい。また心霊現象。あ違う、マイクが落ちたんだわ。マイクどこだ。あれマイクどこ行った。聞こえる。え、また減らってんの。全然減らってなくない？ 2 時間前。うん、うん、一瞬生きてるんだ。ヤマーさんいらっしゃい。減らったら抱いてやれば治るべ。違うよ、減らった時は手こきしてくんないんだよ。減らった時は手こきを一切してくれなくなるんだよ。ツイート消した？スカイプいきなりオフラインになって、なってみてくださいときた。ん？スカイプいきなりオフラインになってみてくださいときた。ちょっとよくわかんないわ。うん。オンライン、ん？どういうこと？日本語がわかんないな。返事はしてない。ん？ちょっとよくわかんない。誰がどういうことかよくわかんないわ。うん。次役行きます。お前コメント欄荒らすなよ。
バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。